ママが高とくメッセージを僕にしてたけど、うつ病だって、僕のママがうつ病だって、それ聞いたらめっちゃびっくりしました。そんな人じゃないのになんでうつ病なのって感じかな。だから僕日本にいたらもっとひどくなるかなと思って、それはちょっと心配だから。悲しいけど信じられないって感じかな。でも まだ信じられない。みんなにママは強い人だけど、多分僕は韓国語で YouTube をしてたらこのような話、母さんとか父さんも僕の YouTube してるけど、この話韓国語でできないでしょ。日本に行く前にはお母さんといろんなことをしてみようかな。急に考えてみたらね、お母さんとなんか外で一緒にご飯食べたことがない。二人でお母さんと外でご飯食べたことがないんですよね。もう日本に行く前に美味しいもの食べに行こうかな、一回は。お、急になんか悲しくなりました。うん、急に悲しいですよね。僕のママってなんか、外でご飯食べに行きましょうとか言ったら、もったいないでしょ。家で食べな。前からずっとこんな感じだったのかな。だから二人で外でご飯食べたことがないんですよね。お、悲しい。急に悲しいですよね。一回もないんだったら、それはおかしいでしょ。もういろんなことをしますね。日本に行く前。お父さんにもいろんなこと一緒にやりますね。映画見に行こうかな。多分僕日本にいたら LINE とかカカオトークでフェイストーク顔見ながら電話できるでしょ。一週間3回ぐらいしようか。少し心配だけど僕が日本に行きたいなので、皆さんも家族と仲良い関係になってください。12月ですよね。12、12 早く行きたい。このメガネ買いました。大事なアイテムです。このメガネかけて渋谷。こんにちは、こんにちは。あ、なんか日本の人と話したいけど、なんか急に僕が日本の人に行って、あ、すみません、こんにちは、旅行来ましたか。これは変な人でしょ。だからそれはできなかったので、もう残念ですよね。オリンピックの時東京で、僕は東京でオリンピック楽しみ。僕も来年応援しなきゃ。居酒屋さんとかハブ飲みましょう。僕来年東京で生活するんじゃん。だからオリンピック見ますね。この番組はプラノスポンサーでお送りします。急に考えたら東京オリンピックっていや、ごめんなさいですけどね。だったら外国人が多いでしょう。僕普通に日本っぽいな感じが好きだけど、外国人が多いでしょ。大阪とか他の場所でしてください。外国人めっちゃ多いんですよね来年。もういいことだけどさ、なんか他に考えたらこんな考えも知っています。僕も外国人ですよね。でも外国人だと思わないけどさ。まあまあ日本語全然おやすみとかお疲れ様しかわからない。あとこんばんは、ありがとう。昨日はなんかひらがなの勉強していました。ひらがなの勉強かな。ワンピース、あとコージコジ。この漫画って日本に行ったらその時読みます。日本で読みますよ。行こうぜ麦わら。多分アメリカってなんか飲みすぎの時なんかピザとかハンバーガー食べるでしょ。それはやばいだと思います。やばいやばい、僕にはもう無理。あー多分それ心配。韓国でほとんどカード使うでしょ。でも日本ではカードあんまり使わないでないだから、それはちょっと心配ですよね。あ、僕日本に行ったらとりあえず貯金箱買います。やっぱ貯金箱はなんか豚が一番いいんじゃないか。韓国では貯金箱ってなんか豚のデザインが一番人気です。日本も同じですか。韓国でも貯金箱だったら豚のデザインが一番人気です。なんで豚なのかな。なんで豚、その理由知ってる人いますか。豚がいっぱい食べるから貯金してくださいって感じかな。東京の沼袋駅のあのレベルの西武新宿線沼袋駅の前である、その名前なんだっけ、そこのラーメン屋さんのラーメンが一番好きです。また食べたいな。あのラーメン屋さん僕がめっちゃ好きなので、また沼袋駅に生活しようかと思ったけど、またそこら辺で生活したらつまらないでしょ。他のところで生活します。東京に行ったら食べてみたい。おすすめ、マジでおすすめ。
普通のトッポッキあんまり好きじゃない。好きだけど、それよりラーメンが入ってあるラッポッキが好きです。ラッポッキの名前ってラーメンのラッポッキ、トッポッキのポッキ、ラッポッキ。知らなかったんでしょ。ラッポッキ、あっポッキ、もちポッキ、勉強になりましたか。あ、僕これしたい。なんかプロポーズするとき、あんたこれから俺のものだ、わかったの。プロポーズするとき、これはちょっとおかしいですよね。僕の家で何があるか見てみようか。ダンダダンダダン、ココイチ、あ、みかん、これコーヒー、ライスラーメン、ココイチじゃないんですよね。よく見ましたか皆さん、僕の家のキッチンでした。皆さん、今日ライブ見てくださってありがとうございました。今日のライブはここまでしますね。頑張れ皆さん。残念。